アメリカの野党・共和党は8日、11月の大統領選挙に向けた公約となる綱領案をまとめました。不法移民の流入阻止など、トランプ前大統領の主張を全面に打ち出しています。 公領案は不法移民に対する史上最大の強制送還や労働者の大幅減税などを明記しましたまた選挙の主要な争点である人口妊娠中絶について保守派が求める全米での禁止には踏み込まず各州の判断に委ねるとして無党派を意識した内容となっていますアメリカのメディアは2020年の前回選挙の公領よりも保守的な主張が抑えられたと指摘しています 共和党は来週行う全国大会で、公領案を採択する予定です。